早速だ。もう決まりなんだ。決まりそうだな。学生とかだけど。90年前後の頃の AV 男優みたいになっちゃう。いや一個ずつ遊びたいんだけど、そんな時間はねえから。まあ確かに。もうちょっと T シャツとかいっぱい売ってるようなところ。大きい声でこんなこと言いたくないけど、遊びに来てんじゃねえ。衣装探しです。ね、そうです。仕事、これはプレイヤーは仕事ですよ。仕事しに来てんだから。仕事の衣装を調達しに来てるわけだから。一個ずつ遊びしろあるのに松崎さん。もうちょっと味わっていかなきゃ。もったいないですよじゃないで。今日のゲストさんにふさわしい。そうですよ。ちょっと楽しいでしょ。じゃあ割と90年代少女漫画風ですよ。やってまいりました。ね。またですね。なんかちょっとね、あの内田みのるさんが衣装を家にお忘れになったということで、そうですね、急遽ここで、衣装買おうじゃないかと。ございますよ。内田さんは普段はどんなお衣装着られるんですか。普段そうですね、割とロック感出していきたいなみたいなところありまして。ちなみにそのロック感、はい、内田みのるにとってロック感とは、もうまあ主に色で言ったら黒ですね。黒とシルバー。そうね。場合によって赤ですね。はい。歌舞伎の常識みたいな。内田みのるにとってロックとは色であるっていう。ロックのまとめだったのか今の。ロックファッションの話じゃなくて。ファッションじゃなくてか。いやロックは色だと思ってるんですか。ロックをファッションだと思ってる人だから。なんか和服と洋服のミクスチャみたいな感じでして、アキナちゃんみたいな。アキナちゃんだ。デザイアだ。やったー。ありますよでもそういう店。でもやっぱさ、ロックの裾野を広げてもいいなってやっぱこう思って。今日からわかります。広げていい。はい、内田みのるが着たものがロックになるという。ロックとは型にはまらないものだから。むしろ俺今までちょっと守りに入ってたな。黒だのシルバーだのロックの固定概念にとらわれてたね。48まで忍者って書いてある T シャツ。あ、忍者って書いてある T シャツいいな。意外とないな。絶対あったのにな、ね、おりそうなイメージ。外国人観客が減ってるから。だからだ。確かに日本人は買う理由がないっすもんね。そんなことないんじゃの忍者の T シャツ。今日の内容見ろよ。やっぱりこう日本人の美学かな、派手なのはバックプリントになる。なるほどね。奥ゆかしい。意外と表面は胸元にちょいとみたいな。奥ゆかしい。あれはどうですか。侍って書いてある。あT シャツ、この T シャツ、あ、でも T シャツっすね。めちゃめちゃいいじゃん。あ、いいじゃないですか。これじゃないですか。これも頭に巻いちゃうか。あれ巻いちゃいましょう。巻いちゃうすぐ巻いちゃう。わー、忍者だ。めちゃめちゃいいじゃないですか。子供って書いてある。あ、そう、あとそんなのないのかな。いや、でも SML とか高いの。あ、これ子供なの。あと、衝撃的に安い。本当だ。俺も着ようかな。みんなでおソロにします。同じですね、サイズね、デザイン。でこれ黒がいいか白がいいかって話。黒じゃないですか。黒か、やっぱり黒ロックだからね。やっぱり捕らわれてる。でもちょっと短い。でもじゃあ黒を選ぼうとしてるんですけど、うん、まあまあみのるさんの元々あったロック感で黒でいいと思いますけど、うん、初だと思いますもん。ロックに忍者が入ってくる。そうね。白と白の方がでもそのデザインは映像映え、映像映えしてて、はい、やっぱ白じゃないかな。そうね、そうね。普通にまあその立ち立ちするんだとしたら白の方が合う。それはそうだね。ハハ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 これと鉢巻きかな。じゃあそのドルフラングレンコーデで、ね、今日は。今日はちょっと隣の店ですけど。あ、そっかそっか。じゃあこれのお会計したら。すいません、これいただけます。
わっ、いやめっちゃいいじゃないですか。でも、ゲロか。中店は観音様の参道と脇差しみたいな。はい、いつもちゃんと緑じゃない。今お前、はい、ヌンチャクと頭巾やるよ。マジかヌンチャクと頭巾。いいなぁ。近くヌンチャク持って入ってたよ。あるから何なんだ。喧嘩しちゃう、喧嘩しちゃう、喧嘩しちゃう。ちょっと頭巾、頭巾めっちゃいいな。メイクしといてなんだから。ヘアメイク。全部怒られるから、じゃあホタクにつけといてもらおう。忍者がローディーをやっている状態。ローディーってのは裏方なんだから。確かに。裏方なんだから。黒子という意味では忍びのものだから。確かに黒子が忍者なのは。じゃあ T シャツも1枚買ってやるから。黒の T シャツ1枚買って忍者コーデにしよう。これ L。L でいいかな。忍者コーデ。そうですよね。ああ、いや俺刀もいるな。そのくれぐれも歌い手さんの邪魔にだけならないでください。そうだね。だから初めて1回して入ってくるわ。確かにオープニングに関してはね。で、途中で撮る。外せば。まあ、その後。必要な可能性。ああ、でもかっこいいな。鈴木さんにプレゼントって。狐面を。怒られる。いや、喜ぶ可能性があるな。事務所取ってる。ハチマキだー。顔だけ買っといて、そう、うん、無敵っつのがあるんだね。無敵、黒いの。黒いのよ。そうか、必勝日本東京合格根性白で。俺無敵が欲しいんだよ。黒の無敵いいな。でももうここは黒い鉢巻きでもいいんじゃないかな。そうっすね、無敵が圧倒的にいいっすね。無敵が圧倒的にいいでしょ。無敵。だって俺無敵だもん。無敵っすよ。鉢巻きに無敵って書いて。頭もいた。安い全部が。俺は通っちゃうな浅草俺。観光客相手だったらもっと高くしてもいいのに。うん、全部基本的に3桁で買える。ねえ、なんて。間に合った。間に合う。いい買い物だったんじゃないですか。ちょっともうでもみのりちゃんにお土産もいいかなと思うんだけど、はいはいはい、一個に気になるバッグがあるんだよね、はいはいはい、何これ。ちょっと思います。こっちは他も見た方がいいかな。その真上のやつ、真上のやつ、これもね、これも気になってるんだけど。あれいいな。でもこっちの方が何言ってるか。そうですね。本当に分かんない。用途が分かんない。常にそれにコーラを入れてる人。野球部を持ってる水筒に。悪くないよね。悪くはない。それは本物のとは分かった。さあ、どうもありがとう。ってなるよね。一回喜んではくれるけど、よくよく見たら用途もキャラクターも分かんないっていう。そういうのが好きな人かどうかも俺は知らないんだし。お姉さんが一番ね、付き合い長いからね。通っちゃうな、朝ってやっぱ。定期的に通っちゃいますから。なんかやっぱ物がいいし、まず物がいい。あと人がやあったかい。人情に触れる瞬間ありました。やっぱりね、東京の背骨って感じがするもん。近くて遠い町浅草。まとめてるわ。しかも何の意味もない。どこの土地でも使えるやつ。近くて遠い町下井草。まあそうですね。うん、行きそうで行かないっていう以外のメッセージがない言葉です。よかったらあなたもぜひぜひお近くに来た際は。際はどうしたらいいんだよ。
その無敵のやつがフルバの曲やってるわけないじゃないですか。心の弱い人間がカメラマンがさ一切俺を抜かないよね。いい歌歌ってる真っ最中にさ岡崎律子さんに謝れ。本当に大満足、大満足。魚を刺してんじゃんもう。バッドを見たい。ちょっと俺この作の司会をやってみる。なるほど、確かにのっぽく見えんの俺。ロックと侍はタランティーノです。 Vlog だなこれは。 Vlog だ。そうだわ、ミジコンポーネ。そうだ、それで。まあ本当だ。じゃあ Vlog にしよう。せっかくですから Vlog って名前です。さあ、久しぶりに買い物を終えて浅草歌劇場に乗りまーす。Vlog っぽい。忘れてよかったでしょ。確かに極め巧妙。忘れてなかったらただゆったりと中で過ごしちゃってましたもん。命いらぬもの前へ出ろ。ジャポニージフェス。わあ、しょいしょい。すごい、全然違うよ。全然違う。男前、男前。完成度変わります。正義感がね、全然違う。忍者顔。忍者の正義感と。田君って忍者顔してたんだな。ここだけで。そんな自己主張する？忍んでる。金で忍んでるって書いて。忍んでる人間。やっぱ優秀なので、これぐらい目立ってもバレないように常日頃気をつけてる。相手人軍の娘と恋をしているから。ああ、うかつだな結構。知らずに。川端さんで向こう側のね。とは知らずにですよ、最初。すげえ。すごい。出来上がってる。さっきよりも完成度がすごい。俺ちょっと後でコンビニにお使いとか頼んでいい？それは嫌だな。普通に記念撮影されてる。めちゃく指導厳しいな。めちゃく厳しいな。もう今パシャッ倒し終わった後だという。こっちじゃなくて、そのまま構える。足の形だね。なるほど。あ、そうだね。かっこいい。横たわってろ。敵横たわってろ。かっこいい。かっこいい。そうだね。目で物を語って。おお、牽制してる。かっこいい。マジか。やべ、絶対手裏剣飛んでくる。ブルーチーズって。あ、でも眉毛隠すと普通にそのなんか、なんか皆さんネオジオから飛び出してくるんですね。あ、すごい。サムライスピリッツ感がある。キングオブファイターズ感。ネオジオ感すごいっすよ。ネオジオ感だ。ネオジオボーイ。ボーイ。ミスター SLK。あ、すごい。さすがに怒られます。どんなにしっかりしたこう先導で、わ
こっち向けないじゃないですか。真面目にやればやるほどギャグになりますからね。俺だって嫌だよ。俺だって嫌だよ。言っとくけど。わーかわいや、かっこいいけど、はい、何かおかしかった。おかしな点がありますか。いや、何かっていうか、そのカメラも今んとこもうみのるさんしか抜いてないです。俺がスイッチャーでもそうする。いいね、はい、今日ここについてみたら、はい、僕なんかこう衣装に着ようかなって思ってた、はい、何着かシャツとかね、はい、ちょっと玄関にね引っ掛けて引っ掛け忘れてこう出てきちゃったの。うんうん、なるほどなるほど。で楽屋ついてしまったと、うん、もしここがです、はい、渋谷とかね、うん、新宿とか、うん、そこら辺だったらちょっとこじゃれた T シャツでもさっと小走りに行って買ってこようかなと思ったんですが、そうですね、ここ浅草じゃないですか。浅草なんですよ皆さん、はい、僕ちょっと冗談で、はい、楽屋で、はい、なんか恥ずかしい歌丸 T シャツみたいなやつ買っちゃおうかなって言ったら、鷲崎さんが、はい、みんなで行こうって始まって。そうそう、ごめんなさい、今初めて見たみたいなリアクションしてますけど、一緒に買いに行って。鷲崎さんが見立ててくれたのがこれでした。見て見て、かっこよくない？超かっこよくない？バットじバットじ。そうだから俺も一応ね、それ合わせて一緒に買ってる。俺のはね可愛いの。わかる。ちょっと北斎風の波があるのかな。そうそうね。ちょよくこれを一緒にやったよね、うん、北斎とペプシをマッシュアップってこれ、ね、なかなか世の中で見ない。でもこれは非常に可愛らしい。そうなんです、ね、いやそっちも可愛らしいけど。可愛いですよね、うん、かっこいい、めちゃめちゃいいと思って、うん、もう一回散々楽屋でもう遊び切っちゃったから、はい、俺もう疲れちゃってんの。めちゃくちゃ笑いましたからね。めちゃめちゃ笑った。いやでも楽しかった。いやね、楽屋で着替えて48歳ですよ。今年9月になったら僕49になっちゃうんですよ。こういう格好をしてみんなでわーってやるのがこんなに楽しいって。いや本当に全員でめっちゃかっこいいですみのるさんと。男が男に惚れるってこういうことだな。くらいの大盛り上がりだったんだ。大盛り上がり。動画も撮ったしね。撮りました、撮りました。なんかで見れるかもしれません。なんかで、うん。ちょっと弟子そこで半身で体カーテンていから半分だけ出してこっち見てるんですよずっと。じゃあ弟子っていうかその、うん、そうなんですよ、うん、うちのまな弟子がですね、うん、まあ、僕に憧れて、うん、忍びの世界へ。そうそうそう。内緒ですよ。本当に忍びになりたくて北越谷のそのスクールまで来たんですか。ちょっと飲み物を持ってきてくれたもん。忠実だわ。うわかっこいい。一応ね、二人揃って。ああ師匠と弟子が、ね、前出ていい、前出ていいよ、せっかくだから前出てよ。そう、師匠と弟子です。ドラマー童話しぐるいなり。ああ。なんだよ、うん、今だけ撮影 OK にしたぐらいだよね。思い出に残ったスクショ撮っていただいてね、皆さん、ね、思い出に残った。これはどう、いかがですか。48歳を筆頭に世界中がパンデミックの中こんなゲラゲラ遊んでいいよ。